今日はねずこちゃんとお出かけ。粘土で可愛いお洋服を手作りします。みんなこんにちは。鬼殺隊恋柱の神之地満です。今日はね、私に変身させたリカちゃんと鬼滅の刃公式ねずこリカちゃんを私服コーデに変身させるの。グッドボタンを押して応援してね。牛さんから出てきた粘土を伸ばして伸ばしてカット。折りたたみます。胸の部分にペタ。また伸ばして、ストローを半分に切ったものでこんな形にカット。点々をつけてベースにするよ。ペタペタ。ピンクの粘土を細く切って紐にします。リボン。この粘土はね、プレイドーっていう小麦粘土。他の小麦粘土とかお米粘土でもできるけど、これが使いやすいし、色が鮮やかで気に入ってるの。肩はパフスリーブ。キラキラ粘土ボールを伸ばしてカット。粘土にダイソーのグリッターをいっぱい混ぜ込んでるの。これを使ってキラキラのスカートとチョーカー。お人形と粘土があれば好きなお洋服が作れちゃいます。靴は編み上げのぺったんこ靴にします。かわいいわ。ラインストーンもつけちゃうよ。牛さんから出てきた白粘土で形を整えて、歯ブラシで表面をザラザラに。赤いお目目をつけたら、白のグリッターでレッツララメラメ。出来上がり。なんだかドキドキしちゃう。私らしいお洋服できました。次は公式ねずこちゃんを。リカちゃん相変わらず可愛いお顔。牛さんから出てきた今度は黒い粘土でどんな服にしようかな。畳んでスカート。伸ばしたピンクの粘土は初恋の罠巻き。これも両方畳んでパフスリーブに。袖はお嬢様な感じにするね。
服みたいなリボンにするよ。レッツララメラメ。金ボタンのアクセントをつけちゃいます。かわいいわ。プラ板に畳シールを貼って子猫しぐれ。緑のカラーコードを編み込む。一本残したプラ板を取っ手にしたらカゴバッグになりました。リボンをつけて根津子リカちゃん私服コーデ出来上がり。自分らしい私服コーデ、キュンキュンしちゃう。今日は二人でどこに出かけようかな。みつりりかちゃんの私服コーデ、根津子りかちゃんの私服コーデ、どっちのお洋服が好きかコメントで教えてね。みんなグッドボタンと他の動画も見てね。